長の連中め、許せねえ。連中を今日から叩き出してやろうぜ。局長の仇を討て。薩摩と長州の連中は一人残らず切り捨てろ。よう、年の瀬だってのにえらいことになっちまったな。ん？俺は医者じゃねえから詳しいことはわかんねえんだが、かなり深い傷らしくてな。布団の上でうんうなってるらしい。いや、近藤さんが撃たれたって知らせが届いてすぐ新八が現場に駆けつけたらしいんだが、手がかり一つ見つからなかったらしい。目撃者もいなかったってことだ。厄介なことになってきたな。いや、そういうことじゃねえんだ。もちろん敵の動きも気がかりだが、今はなんつうか身内の方が危なっかしい感じなんだよな。俺たちって一体何のために戦ってるんだろうな。薩長、特に長州の連中は池田屋だとか金門の変で殺されたたくさんの仲間の弔い合戦のつもりなんだろうな。俺たちは何のために戦うんだろうってちょっと考えちまってさ。まあそれも外れちゃいねえし、近藤さんあたりは今でも幕府を守るために戦ってるんだろうな。もともとは俺たち幕府のために戦うような集まりじゃなかった気がするんだよな。腹を詰めたことがあるんだ。若い頃武士と揉め事を起こしてさ。まあ俺って今も気が長い方じゃねえけど、若い頃は今よりもっと短気でな。売り言葉に買い言葉で切らざるを得なかったってのもあるんだが、結局死ねなくて、その切腹騒ぎで藩にいられなくなって江戸まで流れ着いたんだ。そこで近藤さんや土方さんと会ったんだが、新選組局長であるなんて威張り腐ってる今じゃ想像できねえかもしれねえけど、
当時はさ、門弟もろくにいなくて、食っていくのにすら困ってる貧乏道場だったんだぜ。実戦に強い剣術と綺麗な型の剣術は違うからな。江戸には他にも有名な道場がたくさんあったし、農家のおっさんがクワ振ってるみてえな剣術は流行らなかったんだよ。それなのに俺みたいな稼ぎのねえ触覚を居候させてたんだから、みんなどんだけ人がいいんだよって感じだよな。だけど今日に来てからは幕府から禄をもらえる身分になって、近藤さんたちにも金の面じゃ迷惑かけずに済むようになったし、なんだかんだ言って町の人を守る役目だろ。そんな風に胸を張れる仕事ができてすげえ嬉しかったのを覚えてるんだ。流れで幕臣になって、だから幕府側について戦わなきゃならねえってことはわかるんだが、まあこうなっちまった以上俺らは近藤さんの仇を討たなきゃならねえんだろうな。俺は今まで守ってきた京を戦場にしてまで偉くなりてえとは思わねえんだが、おいおい、そんな難しい顔して悩むことじゃないんだぜ。要は今の自分が胸を張ってられるか、やましさなんて抱かずにお天道さんの下を歩けるのかってことだ。今のこの新選組の中でそれができるやつは何人いるんだろうな。お前には酷な質問だったな。さっきの話は忘れてくれ。戦の話なんて女に聞かせることじゃねえよな。
そういうことじゃねえよ。女のお前がこんなことに頭を悩ませてんのがそもそもの間違いだって言ってるんだ。女が戦場で役に立ちてえなんて思っちゃいけねえよ。女は男の背中に守られてりゃいいんだ。これから先はもっときつい状況になるだろうしな。だけどよ、本来ならお前はもう自由になってもいい頃じゃねえのか。そもそもお前が俺たちのところに身を寄せることになったのはあの薬の研究のためだろう。あの時は行動さんの知識が必要だったが、今はもうそこまで切羽詰まった状況でもねえし、薬の研究なら三男さんが進めてる。それに正直言って今の俺たちには行動さんを探してる余裕なんてねえからな。新選組の機密を漏らされるんじゃねえかって理由で今までお前を監禁してきたけど、お前がそんなことをするやつじゃねえってことはみんなももう分かってるはずだろうしな。ま、もし新選組を抜けたくなったら、その時は真っ先に言ってくれ。俺がどうとでもしてやるから。悪い。力が入りすぎた。本当にお前がいつまでも俺たちに付き合わなきゃならねえ理由なんてねえんだからな。さてと、そんじゃちょくら近藤さんの様子でも見に行ってくるか。あの人のことだから大砲で撃たれようとピンピンしてると思うけどな。明けましておめでとう。まさかこんな場所で年越しするとは思わなかったな。だな、
こんな場所じゃ餅も食えねえよ。薩長の連中も少しは考えてやがれってな。せめて七草粥を食べるくらいまでは何も起きないでくれればいいんだが。なあ、まったくだな。井上さん、原田さん、大変です。薩長連合軍と幕軍の間で銃撃戦が始まりました。なんだって？そいつは本当かね？とうとう始まったか。幕軍が押しかけたのがきっかけで、あちこちで戦闘が勃発しています。おそらく薩長との全面戦争です。斉藤さんの姿が見当たらないようだが、どちらに？